Hello, my friend. Welcome back, Urara Channel. I hope you are doing well. And Merry Christmas. こんにちは。今日もUrara Channelに来てくれてありがとうございます。今日ね、耳かきと雑談。雑談なんだけど、ちょっと耳かきと雑談なんだけど、今回ちょっとお知らせがあって、自分事なんだけど、年末から来年頭ぐらいまで向けて、うらら自身のそのライフスタイルとライフサイクルが、大幅に変わるのね。仕事内容とか、で音の研究に関してもちょっとさらなるブラッシュアップを目指して、やっていきたいなと思ってるので、今回、この動画が、今年最終になるかもしれない。でもしくは過去に投稿した動画の中で音質変更バージョンを出してみたり、再編集してみたりということはもしかしたらやるかもしれないです。ただその動画投稿のアップ頻度、またちょっと遅くなっちゃうかもしれないけど、マイペースで、来年もやっていこうと思うので皆さん良い年をお迎えください。こうやってトークをする動画っていうのは、本当に今年最後になると思うんで、耳かき、じゃあ耳きれいにしようか。今年はあなたにとってどんな一年でしたか？僕のチャンネルと出会ってくれて気の合う仲間になれたあなたがいつも
楽しいこと、幸せなこと、そうじゃないことでも Yes, I am good. Yes, you are good. そんな気持ちで入れたらいいなって思ってます。俺はね、今年やっぱり楽しかったことっていうのは、息子も娘も神さんもみんな元気で、でバイクの後ろに乗っけてプチツーリング行ったり、いろんなこと話したりするのが本当に楽しかったね。そのなんて言うんだろう、思い出作りとかそういう意識っていうのはなくて、その時その時楽しんだことを、思い返すとやっぱり幸せだよなって感じてさ、幸せのこととか思い出っていうのはその物理的なものじゃなくてさ、結局はここで、もちろんここを脳を通して感触で覚えていたり、音で覚えていたり、その感覚ね、感覚で覚えていたりすることだから、なんて言うんだろう、手で触れることはできない。まあそうだよね、1秒前のことだってもう手で触れることはできないもんね。で1秒先のことだって手で触れることはできないよね。でも感覚で感じることができる、未来を思うことができる、過去を思うことができる、そして今を思うことができる。なんか人間ってすごいよね。たまにこうやっていろいろ思い出すんだけれども、一番大事だなと思うのは今この瞬間。その瞬間瞬間の思いに対してもさ、積み重ねっていう言葉があるけど、本当に積み重なっていくのかどうかっていうのは不明でさ、ただ言葉でそういうふうに表現しているだけで積み重ねじゃないかもしれない、もしくは並列で横に流れてるかもしれない、もしくはすごいランダムで、感情によって取り出す方向性っていうのもあるかもしれないけど、俺のチャンネルに遊びに来てるときは楽しかった記憶、優しい記憶、そういうのを今この瞬間に思い出してもらえたらいいなーなんてね、思うんだよね。で、ああ、
だ多分喋りすぎちゃうとあれなんで、で今もう夜中、もう夜中なんで、うん、今日はちょっと早めに両耳やるよ。で来年まで落ち着いてきたらすごいゆったりトークをたくさんしたいななんて思ってますじゃあ行こうか。綺麗な耳になった。そう、それでね、一つだけ、うん、あのライフサイクルの中で、うん、仕事の内容に関してもそうなんだけど、まああんまり深くは言えないんだけどね、うん、ただ音の研究に関して、うん、来年はちょっとさらなるブラッシュアップを本当に考えてて、でその音の研究だんだん深くしていくと、そのエフェクト理論とかもうそういうのを飛び越えて、あの量子論だとか、そう量子物理とかエネルギーの世界になっちゃうんで、あの結局ね、誰かに目標を聞かれてもそれをこうどう説明していいのか分かんなくてさ、だから基本的にあまり人には話してないんだけど、うん、ノートとかには書いてるんだけどね、うん、ただね、さらなる安らげる音っていうのを作れたらいいかなって思ってます。それがアートにしても医療にしても、それが哲学的にしても科学的にしても、うん、人がゆっくり休めて微笑める時間、そしてゆっくり休んでまた活発に動けるような、できるだけ健康でいられるような、そんな、ああ喋りすぎたね。やっぱりね、あのこう油断してるとベラ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 喋っちゃうんでもう寝ようか。でこの動画の後半にはその耳かきと雑談初めてっていう人に軽く説明します。あの両耳をやった耳かきをあのこの動画の後半にまたちょっとミックスして、で写真とか、うん、動画と一緒にアップしてます。それで寝落ちはできるだけ抑えて、その再生機器の電源をオフにしてからゆっくり眠れるようにするのが理想なんですけどね、うん、まあ、寝落ちしちゃったとか結構コメントもらうんで あとね、最近もらったコメントで、うん、グランツーリスモのね、グランツーリスモ6、PS3 のバージョンで、グランツーリスモやりながら雑談っていうやつを第3回ぐらいまでやって、まあ、やめちゃったんですけど、うん、定期的に続けてほしいっていうリクエストがあって、うん、来年落ち着いたらちょっとまたやりたいなって思ってますじゃあ本当に良い年をお迎えください。あなたの人生が笑顔の多い人生でありますように。Yes, you are God. Yes.
Yes, I'm good. Yes, we are good. おやすみなさい。よっと。おやすみ。